はいどうも、北海道小樽市在住、久保克也41歳、毎日いろいろ動画上げてますんで、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで今回はバスタード暗黒の破壊神という漫画を皆さんにご紹介していきたいと思います。うわぁ、懐かしいと思った方ね、多々いらっしゃるんではないでしょうか。こちらの漫画ですね、1988年から週刊少年ジャンプで連載をされていて、その後いろいろな雑誌をこう移り歩いていってですね、今現時点で全27巻出てると思います。もしかしたらもう一冊二冊出てる可能性があるんで、もし出てたら教えていただけたらありがたいなと思います。1988年から連載をされていて、2020年の今でもですね、27巻ぐらいしか出ていないということで、未完の大作と言っても過言ではないんでしょうかってことなんですけど、僕が生きてるうちに最後まで読みたいなという願いを込めてのご紹介させていただきたいと思います。僕、今家にも全部あるんですけど、この一巻は多分小学校の時買った一巻がそのまま残ってるっていうね。まあこの他にも僕、クジャク王とかっていう漫画もそうだと思うんですけども、当時の名残があるですね、金額が裏に書いてあるような単行本もあったりだとか、最初はね、ちょっとエロい要素があって、なんかそういうのをね、楽しみに正直ちょっと小学校の時集めてた部分はあるんですけど、ストーリーもめちゃくちゃ面白いし、設定も面白くて、今読んでもものすごく面白いような漫画になってますんで、行ってみたいと思います。主人公の魔法使いダークシュナイダーと、大神官の娘、ティアノーとヨーコが活躍する剣と魔法の世界でのファンタジー漫画色が強かったんだけど、ストーリーが進んでいくと SF の要素なんかもどんどん加わっていって、王道バトル路線はそのままに天使や悪魔の出現から黙示録なんかも絡ませた壮大な物語になっています。かつて人の力、科学によって生み出された破壊神アンスラサクスと邪神軍によって人々の文明は崩壊しています。この大破壊を生き残ったわずかな人類は新たな文明の力、魔法を手に入れて魔力の時代を築いていきます。それから400年後、四天王と呼ばれる配下を従え、闇の軍団を率いた爆炎の魔術師ダークシュナイダーは多くのゴーレムを操り、世界を征服するために戦争を起こします。長い戦いの末、伝説の竜戦士になったラーズと相打ちになり、ダークシュナイダーは赤ん坊の体に転生をして、ルーシェ連連としてヨーコと共に争いとは無縁の生活をしています。そこから15年後、元ダークシュナイダーの部下たち四天王が邪神アンスラサクスの復活のために世界に向けて再び戦争を始めます。そのことによってヨーコとルーシェの中に封印されたダークシュナイダーは世界を揺るがす戦争へと再び巻き込まれていくことになるんですけど、ストーリーの方もですね、ちょっと追っていって説明していきたいなぁとは思っていて、今後ね、ちょっと機会があったらやりたいなぁと思うんですけど、このストーリーがですね、とんでもない方向に行ったのも、ちゃんと伏線になっていたりとかして、本当に作り込まれたストーリーなんだなってことはね、分かっていただけると思います。あとはですね、このバスタードというね、漫画に出てくる登場人物であるとか、あとは魔法の名前とかっていうのがハードロックバンドだったりだとか、ヘビーメタルバンドのね、曲名だったり人の名前だったりとかっていうのを使ってて、魔法で言うとメガデスとかね、ハロウィーンとかもあるし、あとは人なんかで言うとザックワイルダーっていうね、まあザックワイルドから取ったんでしょうねっていうキャラクターが出てきたりだとか、イングウェイってそのままのね、キャラクターなんかも出てきたりとかするんで、そういったようなバンドがね、好きな方なんかは違うね、楽しみ方ができるんではないでしょうか。ということで今回はバスタード暗黒の破壊神という漫画のご紹介させていただきました。皆さんの貴重なお時間で最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。